こんにちは、レトスノーです。で、今回なんですけれども、委任契約の費用に関する内容を解説していきます。民法649条と650条の内容です。まあ、費用だけじゃなくて、まあ、その他の内容も650条に規定されているので、まあ、その他の内容も一緒にですね、解説していこうと思います。まず、状況としては、委任者 A さんが、受任者 B さんに対して、まあ、委任をする、任せる、事務処理を任せると。まあ、いった場合の話を今回させていただきます。で、そこにおいて、もう今回すべて請求、請求、請求、請求って書いてある通り、何かしら請求できるって話なんですけども、これは、受任者、仕事を任された、事務処理を任された B さんが、委任者、任した側 A さんに対して請求できる内容です。すべて矢印は B さんから A さん。こっちですね。この請求の話になっていきます。で、まず、上二つが費用に関する内容です。で、まず上からいきます。費用の前払い請求です。費用っていうのは、その任された事務を処理するにあたって必要な費用のことを言います。まあ、それは下のこの場合でもそうですね。この費用っていうのは、事務処理をするために必要な費用を言います。ある書類を会社に届けてくれと頼んだ。A さんが B さんに頼んだ場合、それを届けるにあたって交通費がかかるというのであれば、その交通費っていうのが事務処理をするために必要な費用に当たってくるんですね。で、こういった費用っていうのは、受任者 B さんは委任者 A さんに対して、費用の前払い請求ができます。先にその交通費くださいよっていうふうに請求することができるっていうのが上の話なんですね。つまりこれっていうのは、受任者 B さんが費用を支出する前の話です。続いて、B さんが費用を先に支出しちゃったと。交通費もらっていなくて、まあ、自腹を切って交通費を払った、必要費を払った場合どうなるかっていうと、その場合は委任者に対して、まず費用、これを返してくださいと、召喚請求できる。召喚っていうのは返してって、言えるってことですね。交通費返してくださいって請求できます。また、費用だけじゃなくて、この場合は利息も請求することができるんですね。立て替えてあげたんだから、その分の利息についても請求できますよっていう話です。一応法律上はこのように利息って書いてあるんですけども、まあ実際のところは、まあこれを請求する人ってあんまいなくて、まあ費用だけ請求する場合が多いと思います。一応法律上は利息もですね、召喚請求返してくださいって請求できるっていう内容になっているので、この部分注意していただければと思います。まあ、この二つがよく出やすいですね、試験に。で、下二つは、まあ、たまに出る感じですね。まず、代弁済請求。これは、受任者 B さんが債務を負担したときは、自分に代わって、自分っていうのは受任者 B に代わって、委任者に対して弁済してください。代わりに弁済してください。と請求できる。こういった権利が代弁済請求権ですね。例えばなんですけども、委任者 A さんが B さんに対して、あるものを買ってきてくださいと。何でもいいです。例えばパソコンを買ってきてくださいというふうに請求したと。した場合、B さんは、まあ、パソコンショップからパソコンを買うわけですよね。売買契約を締結するわけです。パソコンショップと。そうすると B さんが代金の支払い義務者になりますよね。B さんとパソコンショップで契約を締結しているわけだから、債務者は B さんなわけです。この場合、B さんが払わなければいけないんだけれども、B さんは A さんに対して代わりに払ってくださいよ。あなたが頼んだんだから、あなたが払ってくださいよって請求できる。この場合、A さんがパソコンショップに対して代金を支払いする。弁済をする。という流れになるっていう話なんですね。なので、この代弁済請求っていうのは、B さんが A さんに対して契約してきたから、代わりにあなたが払ってくださいねと請求できるという話です。で、続いて、損害賠償請求。 B さんが事務処理をしていて過失なく損害を受けた。この場合、受任者 B さんは委任者 A さんに対して損害賠償請求できますよっていう話です。で、この場合、委任者 A さんは無過失責任です。過失がなかったとしても賠償しなければなりません。これ例えば A さんが B さんに、例えば動物の管理を任せたとします。動物の管理、例えば犬の管理を任せたとした。で、 B さんがじゃあ犬管理しますよね。犬管理してたらその犬が B さんに噛みついたと。で、 B さん過失がなかった。こういった場合、 B さん噛まれて損害を負ったというのであれば、任せた A さんに対して損害賠償請求できますよと、まあ言った話です。
で、先ほども言いましたが、この場合は委任者 A さんは無過失であったとしても損害賠償しなければなりませんよ、という話ですね。まあ内容的にはそれほど難しくないんですけども、この代弁済請求とか条文読んだだけではあまり意味がわからないと思うんですよ。なので、まあこういったところっていうのはちゃんとですね、具体で考えながら頭に入れていくってことがすごく重要になります。まあこのように具体例を入れながら勉強を進めていくっていうのが個別指導のコンセプトになっています。理解ができれば1回で合格できますんで、もし次の試験で絶対合格したいというのであれば、個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。